ロックダンサーズ。昨日のライブは最高に盛り上がったが、ところどころは極端に盛り下がり、最終的にはお通夜のようになってしまった。なんで俺たちのライブはいつもそうなんだ。お前のボーカルがなんか盛り下がるんだよ横山。何、俺のせいだったのか。違うよ。例えばレッツドリームのサビのとこあるだろう。果てしない夢をつかむんだってとこ。果てしないわこの線。まあいいよ。トゥーメってなんだよ。なんでも何もないよ。感じ出して歌ったまでだよ。そんな変な感じ出すなよ。変な感じじゃないよ、いい感じだよ。俺も正直そこのところムカッとくるんだよ。俺もマジで。それだけならまだしも、ラストで歌った夢を夢で終わらせないためになんか、お前夢を夢で終わらせないために、お前もトゥメに取り憑かれてるじゃねえか。なんだよトゥメって。いやこっちが聞きたいよ。せっかく乗ってきた客もそれが出ると一様に小首をかしげるんだよ。だいたいお前の書く歌詞はベタなんだよ。夢をつかむとか翼広げてとか、そんなんばっかじゃねえか。何、違うよ、ベタじゃないよ。今度の新曲なんか翼広げて夢をつかむぜとか言って、とうとう合体させちゃってるじゃねえか。合体ってなんだよ、いいじゃねえかよ別に。とにかく次のライブで変な歌い方したらもうボーカル変えるぜ。ふざけんなよ。俺以外の誰にザ・マッドサタンのボーカルが務まるってんだよ。実は俺の地元の伊藤にすげえ歌うまいやついんだよ。もう目星ついてる。アホみたいに高音が伸びるだけが取り柄のお前の代わりなんていくらでもいるんだぜ。なんだよ、よく戦って。ライブが盛り下がるのは俺のせいじゃねえよ。お前のギターが足引っ張ってんだよ船越。何、俺のせいだってのか。違うよ、お前1曲目のイントロからいきなり歯で弾き始めるからびっくりして調子狂うんだよ。何、いいじゃねえか別に。俺びっくりして出だしの夢をつかむのは今の前にうおって言っちまったじゃねえか。目を掴むのは今、出だしのとこもちゃんと歌えなくて、絶対お客さんに目を掴むのは今だと思われたよ。お前はちゃんと歌ったところでトゥ目を掴むのは今じゃねえか。でも確かに船越、バラードの曲に限って頭めちゃくちゃ振ったりして、なんかタイミング悪いよな。そうっすね、ライブ後の打ち上げの時になってギター叩き壊すし、ギターソロのところでトイレ行ったりするし。ほら見ろ、お前がいけないんだよ。違うよ、俺タイミング悪くねえよ。とにかく次のライブでもタイミング悪かったらもうギター変えるぜ。何、叫んだ。俺のギターあってのザ・マッドサタンだろうが。俺の代わりなんているのかよ。実は熱川のバナナワニ園で働いてる俺のダチがすげえギターうまいんだよ。もう目星ついてるだと。いろんな色のピックを持ってるのだけが取り柄のお前よりずっと使えるやつなんだからな。叫んなよ、ライブが盛り下がるのは俺のせいじゃねえ。お前にだって責任あるぜ桜田。俺のドラムは何も問題ないっすよ。お前んちの両親と祖父母が必ずライブとなると最前列で並んで見てるのが気になるんだよ。そんなの気にしなきゃいいじゃないっすか。全くピクリとも乗らないんだよお前の家族。そんな、乗る乗らないは自由じゃないですか。気になるんだよ、呼ぶなよ毎回毎回一番いい席に。もっと乗りのいいやつ呼べよどうせなら。船越さんは近くで見たことないから知らないんですよ。うちの祖父母はよく見ると揺れてんすよ。それは乗ってるんじゃなくて特有の揺れじゃねえか。それに昨日のライブは乗る乗らない以前にお前の父ちゃん両腕怪我してたのが気になってしょうがなかったんだよ。どうしちゃったんだよお前の父ちゃん。実はうち今度新築マンションに引っ越すんすけど、父ちゃんが一部屋自分の書斎にしたいとか言い出して、みんな反対したら父ちゃん両手で机をバンって。お前の父ちゃん腕もろ。桜団地の動かない家族には俺も正直引いてたんだ。俺も最前列が常に盛り下がってるのはきついぜ。ほら見ろ、みんな迷惑してんだよ。そんな違いますよ、俺の家族何も悪くないっすよ。みんな家ではひょうきんで。とにかく今度のライブでまた家族呼んだらもうお前クビだぜ。そんなことで俺の高速ドラミングあってのザ・マッドサタンじゃないっすか。代わりなんているんすか。実は俺の後輩で下田出身の田中ってやつがドラムやっててさ。もう目星ついてんすか。どこを叩いても小太鼓みたいな音がするのだけが取り柄のお前の代わりくらいいるんだぜ。でも俺が思うに一番盛り下がる原因は所沢さんじゃないですか。なんだと、やるってのか。いや、やりませんけど、所沢さんいつも盛り上げるためにライブ中クラッカー鳴らすじゃないですか。盛り上げるといやクラッカーだろ。クラッカーって家で鳴らすと確かに盛り上がるけど、ライブ会場で鳴らすとかえって寂しいんすよ。寂しいだと、やるってのか。いや、やりませんけど。それに所沢が持ってくるクラッカーって二つに一つは湿ってて不発だよ。湿ってるだろ、畜生、舐めやがって。それに昨日のライブなんてラストの曲の前にお前三発一遍に鳴らすぜとか叫んで。三発一遍に鳴らすぜ。結局三発ともしけってて不発だったじゃねえか。何、じゃあ逆にどこに行けばしけってないクラッカー買えるってんだ。普通にその辺で買えるだろう。何、普通にその辺で買ってんだよ俺は。じゃあ所沢さんが懐とかに長時間入れててしけるんじゃ。俺のせいでしけるだと。正直今度のライブでクラッカー鳴らしたらもうベース変えたいよな。そうだな。何、ベースは必要ないってのか。やる気かってめえ。まさかもう誰かに目星ついてんじゃん。俺の知り合いで伊豆高原の駅前の足湯に使ってる関口がベース超うまくてさ。いや
やっぱりついてた。くそ。ギターより弦が太いのだけが取り柄のお前のベースの代わりくらいいるんだぜ。くそ。俺は絶対やめねえぞ。俺だってやめねえよ。俺だってやめないっすよ。1ヶ月後。じゃあ自己紹介から始めます。昨日のライブでボーカルの横山さんが夢を詰めと言ったので、この度ザ・マッド・サタンのボーカルになりました。山岡です。伊東出身です。どうぞよろしく。じゃあ次俺、熱川から来た横山です。昨日のライブで船越さんのギターの弦が一番盛り上がってる時に限って全部切れたので、今日からこのバンドのギターになりました。よろしく。下田出身の田中っす。ドラムやってます。昨日のライブにドラムの桜田さんの家族が来たという理由で、なぜか俺が抜擢されました。頑張ります。伊豆高原の駅前の足湯に使ってた関口です。昨日のライブでベースの所沢さんがついクラッカーを鳴らしたので、ザ・マッド・サタンのベース任されました。以後よろしく。でもこれもザ・マッド・サタンじゃないね。うん、俺もうすうすそう思ってた。変えようか名前。そういや俺たちみんな偶然伊豆の出身だよな。そういえば伊豆イーズはそれなりに売れ、ヒット曲悪魔の行進曲生贄はオリコン25位を記録した。ザ・マッド・サタンはどこへ行ったのだろうか。日本のロックシーンで儚く輝いた彼らの行方を知る者はいない。実家で暮らしているので家族は知っている。